東日本大震災から7年目を迎える2017年初頭、今年も多くの被災地からオリンピックデイフェスタの実施希望が届きました。そこには子どもたちの夢と希望を叶えたい、純粋にスポーツを楽しんでもらいたいという大人たちの願いを込められていました。そして大人たちだって楽しみたい、地域の皆さんとの絆をもっと深めたい、そんな思いが今回初参加となった福島県双葉町の伊沢町長がフェスタ終了後思いを語ってくれました。わけなんですけども、震災から7年目で、こういうふうなイベントが、JOC とジョイントでねできて、町民の皆さんが一時でもね、今の大変な厳しい状況を忘れて汗をかいて笑える笑顔っていうか、そういうのを見れてね、ちょっとこういう催し物というのは必要なのかなというふうに実感しました。ブラック頑張るぞ。2011年あの震災の年から始まったオリンピックデイフェスタも2017年7年目を迎えました。被災地の15会場をめぐり、延べ95名のオリンピアン、アスリートたちが参加、被災地の方々とスポーツを通じて触れ合い、多くの笑顔に出会うことができました。最初はちょっと恥ずかしそうにしている子どもたちも、オリンピアン、アスリートたちの本気と笑顔にいつの間にかすっかり打ち解けて、全力プレーで金メダルを目指します。大人の人たちも子どもたちに負けじと本気度 100% で大いに汗を流しました。小さな子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、普段はなかなか触れ合う機会の少ない地元の方々が一緒に頑張ったり笑ったりできるのもフェスタならではです。楽しんでます。楽しいですね。楽しんでます。もうファミリーですね。もう、いい汗かけてると思います。ダイエットダイエット。マジきついし、子供すごいっすよ、元気よくて。復興著しい宮城県女川町では初めてのオリンピックデイフェスタが開催されました。370名という子供から年配の方まで、大勢の町民の方々が参加され、町を挙げての盛り上がりとなりました。いまだ延長避難が続く福島県双葉町では、全国に避難している町民の方々が一堂に集い、フェスタとのタイアップで震災後初めての双葉スポーツフェスティバル2017が開催されました。震災以来久しぶりに顔を合わせる町民の方たちもいて、大いに盛り上がりました。町民の方々、お手製の豚汁も振る舞われ、オリンピアンたちも一緒に美味しくいただきました。岩手県滝沢市ではフェスタ2度目となるリレーが行われました。子どもたちも大人たちも、そしてもちろんオリンピアンたちも、手抜きなしの全力疾走、フェスタ史上最もオリンピアンを疲れさせた種目かもしれません。3年連続で開催された岩手県久慈市では、地元の吹奏楽部と合唱部の生徒さんたちが加わってフェスタを盛り上げてくれました。平昌オリンピックには岩手、宮城、福島、そして熊本からも中高生12名が招かれ、視察団として参加。団長清水博康さんと熱心に試合を観戦しました。私黒岩も結団式に参加しました。今年は参加延べ95名中35名のたくさんのオリンピアン、アスリートたちが初めてフェスタに参加してくれました。子どもたちの元気に圧倒されながらも、地元の方々とのスポーツを通じた触れ合いを存分に楽しみました。
楽しいです。どうですか、順番もう本気で言ってます。勝ちに行ってます。私もどうですか、ベテラン声出して声が枯れてます。足がパンパンです。楽しんでます。やっぱりきついですね。で最高ですね。ありがとうございます。こんなスピードで最近走ったことがないぐらい。いやすごいわ、子供のあのパワーは、あのパワーはそのままこう育てばいい選手になるけど。そうですね、私地元での開催楽しみにしてたんで、本当あの子供たちの笑顔を見ながら自分も本当力になりました。ありがとうございます。いや楽しかったって言って、もっとあのもう終わっちゃうのって最後言ってた子たちもいたので、やっぱそれだけ充実した時間を過ごしてもらえたっていうことが嬉しかったですね。いやもう最高ですよ。みんなでね頑張って1位取るっていうのはやっぱ嬉しいっすよ。すげえみんな頑張ってたんだ。本当よかったです。この7年間で延べ600名以上のオリンピアン、アスリートたちが参加、復興の支援が続く限り参加したい、力になれることがあれば何でもやりたい、継続は力なり、まだまだ復興への道のりが続く被災地へのオリンピアン、アスリートたちの強く熱い思いが7年目を迎えた今でも多くのオリンピアン、アスリートたちが参加し続ける原動力となっているのです。まあ、これからこうやって子どもたちの笑顔が、まあ、大人が元気がもらえるぐらいの力があるんだということを、オリンピックだけではなくていろんなところで子どもたちの無限大の可能性を、ね、発揮できるような場が、ね、どんどん多くなっていただければなというふうに思いますし、まあ、本当にこのフェスタがずっと続いていろんな子どもたちがいろんなところで参加できるようになってほしいなというふうに思います。いっぱい会えたし、金メダル持ってる人たちとも会えたから嬉しかったです。子供たちに接するその、まあ、オリンピアの皆さんのね、なんか姿勢がとても良くてね、なんかあの本当にありがたいなと思いました。やっぱりあの日本トップレベルの選手の方々がこのブラジルにこうして直に接してくれたっていうのは、子どもたちにとってもものすごく貴重な体験だったなというふうに思いました。オリンピアンの皆さんと触れ合うということが本当にいかに素晴らしいか、時間は短くてもですね、子どもたちの心の中には相当あの印象付けられたんじゃないかなと思いますね。本当にもしかして今日が毎年毎回思うんですけど、子どもたちにとって運命の日になったらいいんだろうなというふうに思っております。本当にそうやって素晴らしいイベントをしていただく、このオリンピックでフェスタ の意味とかそういうものに心から感謝しています。本当にありがとうございました。あの街を思い出すもう余計なこと。そしてオリンピックデーフェスタ開催以来初めての試みが行われました。東日本大震災復興支援ソング花は咲くの合唱です。参加者の皆さん全員、地元の合唱部の有志の方々、そしてオリンピアン、アスリート、東北から全国に元気を届ける思いを込めて元気よく歌い上げました。ちょっと緊張気味に歌ってくれたオリンピアン、アスリートの歌い終わった後のほっとした笑顔が印象的でした。オリンピックデーフェスタのもう一つの大切な役割、それが被災地の今を知ることです。こういう津波ではなくて、こういう津波だったんで、波に被害、こんなところにいたら死んでしまうぞ、もっと上に上がれ。2017年もそれぞれの開催地で現地の方々のお話を聞いたり、被災の現場を訪ねたり、仮設住宅にお邪魔させていただいたりしました。震災当時の様子を改めて聞き、その時の様子に思いを馳せたり、震災から7年経った今の復興の様子を伺ったり、実際に活動されている現場を見たり、
食料はですね、震災後に、震災以降の仙台市荒浜小学校では当時のまま残るその姿が胸に迫りました。私この辺一帯の住んでた方々に避難してくださいという車の担当がかけた。ところが私その時ちょっと手が離せなくて、別の方が俺が行くっていうふうに言って、その俺が行くって言ったその二人の方が犠牲に遭われてしまった。震災の経験をできるだけこうして皆様にお話ししてる。私たちオリンピアン、アスリートは見て聞いたことを胸の中にしまい込むのではなく、その情報を全国、そして世界に発信していかなければならないと改めて強く思いました。馬淵さん、もう何回もフェスタ参加されていますよね。はい、たくさん参加してます。そういう黒岩さんも随分。はい、もう何回も。でも何回参加しても子供たちの元気には驚かされます。本当に毎回元気をもらって帰ってます。お帰りって言ってくれるんです。だからまた次も行きたいってなるんですよね。親御さんたちも負けじと頑張ってますしね。むしろ親御さんたちの方が熱くなってますよね。皆さんの笑顔を見ていると本当に来てよかったなと思います。ですね。それがオリンピックデイフェスタの醍醐味です。オリンピアン、アスリートの素顔があそこまで見れるのもなかなかないし。そうそう、オリンピアン、アスリート同士でも初めてお会いする方も結構いて、フェスタがきっかけで仲良くなったりするんです。そういうのも大事ですよね。復興もだいぶ進んできていますが、まだまだのところもあって、だからこれからもスポーツで笑顔を届けたい、そう思います。はい、まだまだ頑張りますよ。私も頑張ります。被災地では復興への道しるべが徐々に見えてきた今、2020年に向けて東北から東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げたい、発信したいという強い思いがあります。これからはもっともっと強い東北へ。2018年、2019年、2020年、そしてその先の未来へ、復興半ばのこの町がいつか美しい町にすべて生まれ変わるまで、私たちオリンピアン、アスリートはスポーツを通じてできることがある限り被災地に足を運び、触れ合い、そして情報を発信していきます。それが風化させないことと思うから。スポーツから生まれる笑顔がある。